ショイ TV です。レイです。そしてこんにちは、モナールチャンネルのマサです。モナーモナーどうも、ソウセイです。はい、お願いします。埼玉県の幸手市に来ております。幸手市のひばりが丘球場っていうところに女子野球姉妹。おー、じゃあ行こう。だから来たんですよ。普通のコラボだったら怖いですよね。だけじゃないよ。それ俺の枠なんだ。今回は埼玉でされてます。侍さんという、はい、女子硬式野球チーム取材ということで、こちらの侍さんは埼玉西武ライオンズレディースに何名か移籍しちゃったんですけど、もともと在籍していた選手もいたり、磯崎ゆかり選手を、女子プロになる前は侍でやってたと。で、今回は、アップから練習から、いろいろ紹介してもらったり、女子野球を、ね、広めるというをモットーに頑張りたいと思います。はい、それではやっていきましょう。ゴー。お願いします。ショウヘイTVと申します。で、こちら両ヘイと、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。え、気になりますよね。超気になりますよね。そう、超気になる。こう喋ってて、こうなんかこう韓国で流行ってるんです。あ、そうなんですか。あ、韓国の方ですか。はい。あ、そうなんですか。こっち来てます。あ、そういうことですね。なんか中途半端にこうなっちゃったみたいな。違うんですね。これ、いいです。わ、はい、かりました。俺も参考にします。お願いします。はい、ありがとうございます。というわけで、本日は女子野球取材やっていきます。最初はですね、サッカーをやって、みんなでこう体を動かして温めてから、ダッシュとか、やっておりました。まあ、女子野球ならではのね、アップ方法だったんで、すごい新鮮でした。侍さんはですね、高校生から50代の方まで、参加されてまして、幅広くやられております。さあ、この後はキャッチボールに入っていきます。本日はお願いします。お願いします。もう待ってますから。待ってますから。二度見した。これクラブチーム初めてなんですよ、取材させてもらうの。女子プロはあったんですよ。女子プロと日体、なんか日体の、あ、そう、日体で、大学じゃないですか。はい。だから社会人っていうかクラブチームのチーム初めてで、自由な感じ。社会人の方と学生の方がこう、そうですね、混ざってる感じ。はい、なるほど。大学生と社会人みたいな。ああ、年齢も高校生から。高校生は今いないかな。あ、いないですか。高校玉木がいる。あ、玉木か。あれは日鶴は高校生だ。そう、高校生から、はい、向こうに千葉さんって人いるんですけど。はい、千葉さん。千葉さんの年長50何歳。あ、本当ですか。年齢じゃいけないか。ちなみに野球はいつからされてるんですか。私は3歳、5歳とか。あ、マジですか。めちゃめちゃ兄貴がやってるんで。ああ、やっぱりお兄さんがいると。ずっとついてってたらやってました。そうなん、勝手に。そうなん、すげえ。女子野球やる人みんなやっぱお兄ちゃんとかやっぱ兄弟いますよね。影響がすごいです。すごいですよね。お父さんとか。あ、そうです。ですよね。やっぱお兄ちゃんいらっしゃるんですか。お兄ちゃんいます。います。はい、お兄ちゃんの影響で野球。お兄ちゃんとほぼ同時ぐらいに始めてます。あら、小学校1年生の時。あ、すごいですね。大丈夫ですか。すごいこうニコニコされてます。大丈夫ですか。帽子取った方がいい。始めましょう。お願いします。お願いします。緊張しいですか。緊張しいですね。もうやだ、ほんと。かおりさん。あれ、おいくつですか今。あ、19歳です。19歳、あ、はい、学生ですか。学生です。あ、学生。じゃあお名前聞いてもいいですか。みゆです。みゆさん、はい、はい。いつから野球は始めてますか。小学校1年生です。1年生から。はい。ご兄弟の影響ですか。そうですね。なんか話しかけるとなんか冒頭しちゃいそうで、なんか申し訳なくて申し訳なくて。ちなみに小学校から硬式ですか。いや、軟式です。軟式ですか。硬、はい、式はいつからですか。高校からです。高校から。じゃあ女子硬式野球部に入って。はい、ございます。お名前よろしいですか。みちかです。みちかさん、はい、お願いします。お願いします。公式はいつからやられてるんですか。公式は高校からです。高校から、はい。今おいくつ。ちなみに今19です。19歳、あ、はい、じゃあ4年目って感じですか。あ、公式は、はい、4年目ですか。はい、公式は。野球自体はもう小学生から。小4ぐらいです。小4ぐらいから、はい、お兄さんの影響で。あ、自分で。友達なんですよね。友達に誘われて。女の子の友達がやって、ああ、お兄ちゃんの影響です。ああ、そうやってて、やってて、それで女の子の友達に誘われて、それで入ったみたいな。ああ、そうなんです。高校はこの辺の公式。高校は岐阜まで行ってました。岐阜まで行ったんですか、はい、すげえ。すごいですね。
お名前いいですか？あ、はい、ひずるです。ひずるさん、はい、あ、お願いします。お願いします。いつから野球やられてますか？自分は小1からなんですけど、はい、公式を始めたのは高校から。高校から、はい。おー、自分は今高校生で高校の部活にも入ってるんです。 あ、そうなんですか。はい。あら、男子野球、はい、と練習だけ一緒にやってる。遊べないでしょ。食べて。5、はい、今6、いいボール、はい、7、8、いやこれ毎日やってるんですか？毎回っていうか練習の時。そうですね。それはルーティンというかもう決まってる。そう、笑ってるんですか？そう、そんな感じです。あ、そんな感じですか？サングラス変なんですよ。サングラスちょっと隠してないから、スノボーで着せてスノボーしてなんか、いや、ちょっと何してんの？練習なんないじゃん。よーし、スタート。はい、早い。はい、あー、そんな。なんか両兵が楽しんでんだけど。恥ずかしすぎる。じゃらしいよ。上塗った方がいいから。おぶ、うまい。やってんね、やってんね。あー、ごめん。ノーバンだった。どっちどっち。1、ママね。はい、ママです。ママで取れよ、おいちゃん。無理。ごめん、早く取りに行って。早く取りに行ってよ。さあ、いかがでしたでしょうか。女子硬式野球チーム、サムライさん、それぞれ野球を始めたきっかけなどお聞きしましたが、とにかく皆さん野球が大好きで、元気で明るく楽しく、そして真剣に取り組む姿、非常に心動かされました。サムライさんでは随時新メンバーを募集しています。学生でも社会人でも入団 OK だそうなので、一度連絡してみてはいかがでしょうか。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。次回また続きます。プレゼン企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で、源田モデル軟式内野仕様をプレゼント。熱いコメントをしてください。
8000人達成次第抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があればぜひともコメントをよろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。